マンバは南アフリカ共和国のベシステムズ、ランドシステムズ OMC がブッフェル、走行兵員輸送車の後継として、ウニモグをベースに設計した四輪式の走行兵員輸送車である。マンバ走行車は道路のインフラが貧弱であるか、全く整備されていない地域での運用を前提に設計されている。見た目の形状はライトンに似たものとなっている。また、 1970から80年代に南アフリカ共和国が設計した装甲兵員輸送車に共通する特徴として対戦車時代の爆風を車体の左右に逃がすために車体底部を V 字型にしている。アパルトヘイト制作廃止後は南アフリカ共和国の主要な輸出商品の一つとなり世界各国で PKO 任務などに投入されている。 マンバマーク1初期型。足回りは 2X4。スプリングバックマーク1回収型。リーバマーク 1ICP 車による回収を受けた方。プーマエンジンと駆動系を、トヨタ第7から145のものに更新した方。マンバマーク2足回りを 4X4 に変更した方。マンバマーク 2ES とニア陸軍向けに生産された方。 マンバマークに SW スウェーデン陸軍向けに生産された方。コマンチ SWB 前後の車輪の間隔を短縮した方。操縦士も含め7名が登場可能。セーバー車体後部を貨物区画に変更した方。車体全部のキャビンには4名が登場可能。アルビス4イギリス陸軍向けにアルビス有形車がライセンス生産した方。 アルビス8コマンチ SWB のライセンス生産型。RG-31TFM 社が再設計した方。ロマドサンドックアウストラル社による回収型。リーバマークに i c p 社による回収を受けた方。エンジンをカミンズ社製のものに換装した方。スプリングバックマークに回収型。マンバマーク3エンジンを メルセデスベンツ 321N に変更した方。リーバマーク3 ICP 車による回収を受けた方。マンバマーク3エンジンをメルセデスベンツ 321N に変更し、B7 走行を搭載した方。マンバマーク5エンジンをイベコユーロ3に変更した方。マンバマーク7タイパンオーストラリアの王立装甲軍団記念、陸軍戦車博物館に展示され、 ブッシュマスター走行者に敗れる。ありがとうございます。